どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日は狭間黄昏やっていきたいと思います。みんなと無事合流できたらしい。あ、そうそう、新たにね加入した霊能者出た。呼び捨て。いや、食いつくよね。ちょっと待って。で、その、シュールな感じでぶち込んでくるの。あ、あいあい。そうだね。その通りだわ。全然、あいあいって呼んでないし。怒ってるよ。結界しかないでしょう。出た。この人の力本物かどうかは現実世界でどうなんだろうね。第23話。簡単に言ってる。まずい。すごい自信だ。ただものじゃないわ。神妙な人物。そうだね、パリンって割れるやつだね。何が必要なの？すごい知りたいわ。戦々恐々かな？ふがし？え？ふがしでしょこれ。ふがしじゃないの？ちょっと待って、これ辞書調べよう。お菓子だよね。あのなんか茶色いモフモフしたやつでしょ。ふがし。ちょっと待って、え、ふがし？結界の中でリラックスするために食べるだけの道具じゃないの多分。なんであるんだよ。どういう性格だよ。紅茶？ちょっと一人。
急にのけ者扱いされた。冗談だったの、やっぱり。口笛吹き立つような顔してる。いや、これは本当じゃない。すごい自信だからな。そう、天気だよね。何かおかしいと思ったんだよね、最初校舎裏に来た時に。明るくないよね。最終日か。これでも人一人死んでるからね、本当に。どうなるんだろう、現実世界戻って。気になるな。全然シュールじゃないよね、よくよく思い出すと。マジいる？天海君が？カトリ選考一番厳しいな。そうだね。どこだ？ああ、体育館か、やはり。OK。 いいよ、それで。苦情は心情の突っ込んだはず。あれ24話、女子2人に未来を託す。2人じゃない、男はどうしたの。あ、シルエットがちゃんと5人分になってきた。結界ね、効くのかな。はい、非常に気になるところですが、いや、ちょっとね、現実世界のことをふと思い出しちゃったら、ちょっと
かなり悲痛なんだけど、まあそれはその時に考えるとして、今はまた物語を楽しんでいきたいと思います。本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミゴス、またね。